はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちらやっていきたいと思います。今回やるのは、強ボスで新しく追加された、邪教書、サダク、スイーツトロル、ブレイブディガー。で、あとは最後に、アンルシア、強。バージョン 7.2 で新しく追加された強ボスをやっていきたいと思います。まあ、どうなんでしょうか。さすがに、そんなに強くはないと思うけど、まあ、ただ、オーブが取れる箇所が増えたっていうのは、結構、まあ、金作もやりやすくなったんじゃないかなっていう。おそらくそんなにオーブの値段っていうのも影響しないとは思うんで、単純に強ボス金作が、旨味が増した、みたいな感じですね。一応、今のオーブの相場を見ていくと、レッドオーブがまず3000とか、まあ、まとめるだと3700。ブルーオーブが4500とか、イエローオーブに関しては、ま、5000ぐらい。で、グリーンオーブが、ま、時折7000いくかなぐらいで、パープルオーブが3400ぐらい。ま、いつもの感じっていう。というわけで、じゃあ実際強ボスどんな感じなのか、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。で、今回の職業は、まあ、とりあえず強化された魔法使いで行ってみようかなって思いますね。で、仲間に関しては、まず旅芸人入れて、で、あとは魔法戦士とか入れといたら、なんか面白そうですね。で、最後特に入れるものもないので、適当に魔物使いでも入れておけますか。それではまずはこちら、邪教書、サダク。こちらからやっていきたいと思います。まあ、最新の強ボスですからね。強いとついていますから。まあ、弱いわけはないと思うんですが、いや、どうなんでしょうか。まあ、とりあえず魔力覚醒して、で、あとは暴走陣敷いて、いい感じにやっていきましょう。はい、暴走、お、ちょっと待って、魔法カンタしてきた。ちょっと待って、こうなったら俺、ちょっと待って、やれることなくなるんだけど。おい、ちょっと完全に魔法対策してきたぞ、これ。おい、ちょっと、どうしてくれよか、これ。なんか俺もう見てるだけなんだが、どうしようもないっていう。待って、これ、どうしようかな、俺。え、なんか気づけばもう敵の HP 黄色ではあるんですけども、いや、ただ、俺ガチで、ごめん、俺こうなった以上もう何もできないっていう。で、激しく切り裂くなんかは旅芸人に2、4、2みたいな感じで聞いていましたね。いや、まあなので、まあこれやって分かったけど、まあ、他の強ボスとさほど変わらんということ。いやー、まあちょっと、うん。まあ、大体まあこんなもんだろうなっていう、ちょっと分かってはいました。で、次がこちら、スイーツトロールですね。まあ、こいつも変わらんだろう。一応確か魅了とかやってきたかな。まあ、なので、その辺はちょっと厄介かもしんないけど、まあ、ただ、もうパワーでゴリ押すっていう、そういうことをやればおそらくこいつも3、40秒で終わるんじゃないかなっていう。さっきは俺が全く攻撃できなかったわけですからね。まあ、そう考えれば、まあ、うん、20秒で沈むかもしれんな。とりあえず、魔力覚醒して、これ最新の杖だったら開幕から覚醒かかるんで、暴走陣敷くだけであとは攻撃できるっていうことなんで、まあ、ここは最新の杖の方が、なんか良さそうな気はする。セクシービーム。ちょ、待って。やばい！なんかやばい！なんか、ちょっと、待って。やばいかも。ちょ、待って。やられる前にやりたいけど、あ、待って！ちょ、待って。ちょ、あ、やばい！待って。思いのほか、ピンチ！なんかよくわかんないけど、ちょ、待って。ちょ、待って。嘘でしょ？強ボスに俺全滅すんの？え、ちょ、待って、なんとかしよう。待って、もうあと魔戦だけなんだけど。もうこの状態どうする？とりあえず、はい、マジックルーレットをして、からの、エナジーフォール使えば多分、いけるはず。ちょ、待って、やばい。ちょ、やばいかもこれ。ちょっと思いのか、スイーツトロールが強い。いや、状態異常って、やっぱ、魅了やってくるから。いや、まあ、落ち着け、落ち着け。あ、待って、危ない。見返した。ちょ、待って。勝て、待って、アイギスとかやってんだけど、マジでなんだ、お前攻撃しろよ、お前。おい、ちょ、全滅しました。いや、普通に全滅。いや、普通っていうか、いや、事故。うん。普通に魅了がやばいっすね、これ。いや、マジでやられる前にやっちまわないと、このようになるんで、いや、ガチで、もうちょっと今、強ボスで、普通にやって全滅したのって、いや、ほんと久しぶりすぎて、いや、ちょっとなんとも言えないっすね。とりあえず最新の杖持ってきて、で、あとは、とにかくやられる前にやっちまおう作戦で行こうと思う。んじゃ、まあ、開幕から覚醒あるんで、暴走陣敷いて、で、あとは、はい、これで、いい感じに、はい、メラゾーマ。で、はい、5000ダメージ、セクシーミ、待って、なんかさっきと全く流れ同じな気がする。いや、待って、もうこうなった以上、ちょっと待って、こいつら倒す、こいつら殺す、全員殺す、全員殺せば、よし、大丈夫。もうこっから事故はないはず。問題ない。だから銀茶が俺を蘇生して、って感じでしょ？よし。なんとかなりました。OK。最悪の事態は免れました。味方をわざと殺すっていう。これフレンドとやったら意外と盛り上がるかもしんないですね。魅了されたら殺されるっていう、そういう感じ。
意外とちょっと流行るかもしれん。メラガイア、俺後ろからくたばれ。よし、ちょっと、うん、まあ強いですね。魅了ってやっぱやばいんだな。イエローオーブ2つでした。宝箱からはヤシの実っていう、なんかようわからん。で、続いてはこちら、グレイブディガー。こいつ誰だっけ、マジで全く覚えてないけど、バージョン2のストーリーに出てきたとは思うんですが、いや覚えてないですね。さあ、どんな見た目のボスなんでしょうか。いましたね、こいつ。いたわ、確かに。こいつなんか闇の衣とかなんかその辺使ってきたような気もしなくもない。なんだっけこいつ、結構なんか俺全滅したような気がするこいつ。まあ普通にやってみますか。テンションぶち上げてきますね。これ激しく切り裂かれましたが、まあ大した痛手ではない。てか意外とこいつちっちゃいな。なんか思いのほかもうちょいでかいかなとか思ったら結構ちっちゃい。ベッドはこう2人分ぐらいしかない。全長2メートルぐらいしかないですね。ボスにしてはやたらとちっちゃい印象。終わりました。まあ、特に何もテンションを上げて激しく切り裂くをやってきたぐらいで、大した脅威はないかなっていう、ブルーオーブ2つでした。で、まあ、あと最後が、はい、皆さんお待ちかね、魔勇者アンルシア。こいつをやっていきたいと思います。魔勇者アンルシアっていうと、もう変身した後の変な鎧みたいな姿のあの状態だとは思うんですけども、第一形態だけなんでしょうか？第二形態もあるのか？その辺がちょっと、どうなんでしょうかね。黄色の状態ですね、これ。どうでしょう？なんか変わった技使ってくるかな？本来勇者がいないとなんか防げないような技をやってきたような気もするんですが、まあ、どうなんでしょうか？まあ、とりあえず眠らせられました。で、これで、創生の魔力で、ちょっとわざと踏んでみましょうか、これ。もうどれぐらいのダメージなのか。どうだ？これで、遅い。だいぶ遅い。結構ゆとりがあるな、これ。こんな、おーおーおお、結構痛い。あ、結構、また、結構痛い。結構痛い、これ。あ、やばい。割と、ナメプすると、結構やられますね、これ。400が、まあ、それぞれ、陣1回ごとに判定があるらしい。まあ、とりあえず、なんだかんだ、もう敵は死にそうですが、一応なんかしてきそうなので、まあ、待ってようかなと思ったけど、普通に魔物使いさんがぶっ倒してくれました。タイムは43秒。うん、タイム的にはどれも変わらないですね。ブルーオーブ3個でした。ブルーオーブ多いな。せっかくなんで、このハテナの方、ちょっと全部行きますか。ネルゲル行ってみましょう。今の魔法使いの火力だったら、特に狙わずとも、演出スキップはできるんじゃないかと思うんで、とりあえずガンガンに攻撃していきましょうか。あ、行きましょう。あ、メドローア来ちゃったよ、これ。ちょっと待って、メドローアぶち込んだら、ネルゲル一瞬で沈むんじゃねえか？え、ちょっと待って。ちょっとタイミングを見計らいながら、よし、メドローはやってみるか。おら、くたばれ！いや、無理か！ちょっと難しいか！あー、残念！ちょっと惜しかったですね。思いのほか、ダメージが上がらなかったな。ワン、ツー、スリー。まあ、適当にミラクルゾーンして、あっさりと倒していっちゃおうかな。おら！で、そして、からの、マヒャデドスで、くたばれ！いい火力です。そうでもない。はい、メラガイ、終わり。まあ、やっぱ、ネルゲルをゲージ飛ばしというか、演出スキップするには、それなり息を合わせないとダメっぽいですね。未だにやっぱ。フォースブレイクで、はい、出落ちで終わりました。なんだかんだネルゲルが一番時間かかるね。まあ、こいつ第二形態もあるし、メドローは溜まりました。これ、一瞬で両腕持ってけるんじゃねえの。おら、くたばれ！いや、ちょっと残念。割と意外と左右離れていて、ちょっと当たんなかったっすね、これ。まあ、暴走陣敷いて、あ、でも待って、もう、なんか、もう、敵ボロボロだな、これ。おい、終わりました、5000ダメージ。第二形態の方が弱いという不思議。じゃあ最後、これ、グレイツェル行ってみましょうか。こいつは、とりあえず本体倒しは終わるんだっけ？覚えてないけど、とりあえず魔法陣敷いて、よし。で、はい、グレイツェル本体に、あとはひたすら火力をねじ出していく。当時、こいつは恐ろしく強かったけどな。まあ、ただ今は、適当に本体狙いで、とりあえず分身前に終わらすっていう。で、あとは隣の釜。ちょっと待って、こっちじゃない。釜に攻撃をかませば、多分ハードボイルドが出る前に倒せるんちゃうかな。これで、はい。これで多分終わりでしょう。はい、終わりました。で、あとは上にいるザコどもを蹴散らしていけば、こんな後はすぐ終わりですよ。あと、リリパッドをこっちで終わらせれば、よし。終わりました。タイム42秒でした。あ、なんか、重複なしの歴代自己ベストを更新しました。グリーンオーブでしたね。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはバージョン 7.2 で追加された強ボスをやってみました。ちなみにこちらおそらくなんですが、今回オーブの香水を使わずとも全て出ました。多分だけどオーブの香水なしでもこの辺は確定でオーブが出ると思います。というのもラズバンとかで、あとはグレイツェルとかネルゲルっていうのはこの何のオーブが取れるかわからないマークじゃないですか。でこれらっていうのはこれまでもオーブの香水を使わずとも確定でオーブが出たわけですね。なので今回もしやと思ってやってみたんですが、まあ案の定オーブの香水使わなくても全部がオーブ1回目で出たんで、まあまだそれは確定ではないけど、まあただこれまでの傾向で言うとこのハテナの表記のやつは確定でオーブの香水使わずともオーブが出ると。そうだとしたら割とうまいっすよね。うまいというか嬉しいですよね。でちなみにこれ2個以上のやつを全部やった時に取れるオーブの数っていうのが27個、平均5000ゴールドでオーブが売れるとして13万5000ゴールドになります。まあ大体時間にすると15分もあれば多分できるとは思いますんで、15分ってことは時給換算すると54万ゴールド。まあそう聞くとなんかちょこ時給50万ぐらいって聞くとちょっと微妙な気はするけど、ただニアカでやってもそんなにタイムって変わらないと思いますし、また複数のアカウント使って複数のキャラクターとかいろいろこうやりまくれるんで、バージョン1の段階からできて結構お手軽な金策なんではないかなと思います。まあただ今回やったボスに関してはバージョン2である程度進めないとできないボスではあるんですが、まあただそれでもやっぱ初心者目線からすれば結構嬉しいというか、結構お手軽な金策では間違いないので、特に準備いらずでできるっていうことであればまあ全然強ボスも悪くないんじゃないかなって思いますね。また当然ながら週替わり討伐とかあの辺にもそのお題が出るようになりましたので、ついでに終わらすっていうこともできるんで、まあそこも結構嬉しいと。まあ、あとは決勝用の装備とかその辺を装備して決勝金策とかも絡めながらやればまあ割といいんじゃないかなって思います。というわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。